今日も中国史の時間が来たぜ。来たわね。今回紹介するのはこの人、清朝五代目、楊成帝。え、何この人、ピースしてるんですけど。ピースしてるな。なんというか、親しみやすい皇帝なのねー。名前も楊成帝なんて、ファンシーでいいじゃない。まあちょっとぶりっ子おじさんって感じで、気持ち悪いけど、ええやん。今回はこの笑顔の皇帝、楊成帝のほんわかした生涯を紹介してくれるのかしら。そうだよー。今回は楊成帝の生涯を紹介するよー。うわぁ、楽しみ。きっと血生臭い権力闘争とは無縁なゆるい人生だったんでしょうね。いいじゃない、いいじゃない、たまには波乱のない人物紹介もいいわね。この動画は歴史の真実とロマンを追い求める鳥取人間の提供でお送りします。さて、1722年、中華の歴史上トップオブトップの名君、清朝四代目皇帝が世を去った。彼の治世は60年を超え、度重なる減税などの寛大な統治によって清朝は繁栄した。しかし名君皇帝にも、一つだけどうにもうまくいかないことがあったのだぜ。それが後継者問題だ。皇帝はもともと立てていた皇太子を何度も廃位するなど、後継者を誰とするかで頭を痛めていた。そしてついに皇太子をはっきり定めずに世を去ってしまう。その死後明らかになった遺言によると、皇帝の第四子、胤禛が、後継として選ばれていた、ということだった。このあたりはかなりうさんくさい話が多く、本当は4ではなく14だったが10が消された、とか、皇帝の崩御の時に唯一近くにいた、論子どだけが皇帝の遺言を聞いた、とか、怪しい匂いがプンプンする政権異常だったのだぜ。だが、確かなことは皇帝の後を継いだのは第四子胤禛で決まった、ということだった。1723年、ここに清朝第五代目皇帝、楊成帝が誕生したのだぜ。彼は後継者レースの下馬評にも上がっていない候補だったので、当時の人々は驚いたというが、後世の我々が見れば、楊成帝を後継に選んだことは、さすが後期帝とも言うべき、素晴らしい判断だったと言える。というのも、彼楊成帝は後期帝の寛大な政治を受け継ぐと、異常なくらい猛烈な勢いで政務に没頭し、王朝の緩みをことごとく引き締めていったのだぜ。あれ、よく見たら楊成帝じゃなくて楊成帝やんけ。当たり前だろ、フェアリーエンペラーなんかおるかい。楊成帝はフェアリーどころか王が、まさに鬼、政治の鬼だ。楊成帝は冷徹に冷酷に鬼のように政務をこなす、政治マシンだったのだぜ。あの笑顔は一体、あれは故宮博物院が作ったネタだぜ。霊夢にはこれからたっぷりと教えてやろう。楊成帝の冷徹さや冷酷さ、そして恐るべき仕事への情熱を。ひえー。さて、愛新閣ら胤禛、清宗、楊成帝が皇帝となることができたのは、論子どと年間行という後期帝時代の二人の重臣が彼の擁立に動いたことも大きいとされる。論子どは楊成帝の叔父で、後期帝の信頼厚く臨終の時に、ただ一人後期帝のそばに控えていたと言われている。年間行は軍事面で功績があり、彼もまた後期帝に厚く信頼され、妹が楊成帝の妃となっていた。彼らの力添えもあり、皇帝となった楊成帝は即位した時、45歳だった。先代の後期帝が8歳、時代の乾隆帝が25歳で即位していることを考えると、かなり年を取ってから即位したように感じるが、中華の政治権力の頂点に立つ。ということを考えると、45歳という年齢なら判断力や人生経験的にも決して悪くない年齢だろう。実際、楊成帝は即位してすぐに精力的に政治に取り組む。その治世は13年と後期帝、乾隆帝に比べるとかなり短いが、かなりの実績を残している。さて、楊成帝は即位とともに権力基盤を確立しようとした。まず行ったのは、自身と皇帝の座をめぐって暗闘を繰り広げた王子を潰すことだった。最初に有力なライバルだった第14王子が政界やチベットの平定に当たっていたのを、都へ呼び戻し、先祖の墓守を命じて都から遠ざけて左遷した。
さらにこれもまた帝位継承のライバルだった第8、第9王子の身柄を拘束。それぞれ満州語で犬と豚という名前を与えて周囲にもそう呼ばせ。しかもこの二人は監禁されて間もなく死亡したぜ。普通に陰険ね。このように妖精帝はライバルだった兄弟を幽閉したり官爵を剥奪したりして、宮廷から一掃してしまったぜ。まあ、妖精帝に忠義を尽くした兄弟もおり、彼は助かったけどな。とはいえ、この行動は単なるライバル潰し、ということだけでなく、彼ら将の力を削って皇帝に権力を集める、皇帝独裁権の強化といった、狙いもあったぜ。これは無事に達成された。さらに兄弟だけでなく、有力な家臣も潰したぜ。妖精帝の擁立に功績のあった論古都と年間行だ。彼らは功績を花にかけて戦王な振る舞いが多かった。なんでこういう重臣ってすぐ調子に乗っちゃうんだろう。二人とも弾劾されて罪を得て、あっけなく粛清されたぜ。このように権力基盤を固めた妖精帝は、新たな制度を定めた。太子密権の法だぜ。これは後継者争いをなくすための制度で、皇帝の存命中は太子を立てず、意中の人物の名を錦の小箱に入れて、資金上の権請求の正面にかけてある、盛大公明の額の裏にしまっておき、皇帝が死んだ時にそれを開いてみる、というやり方だ。この制度によって皇帝の生前から皇太子に人が集まって皇太子派を形成することを防ぎ、また皇帝の死まで後継レースが行われるので、王子たちはそれぞれ収容に励み、真の時代の皇帝に暗愚なものが比較的少なかった理由ともされている。さて、妖精帝は権力基盤を固めたり、新たな制度を定めたりしながら、彼自身はただひたすらに政治に精励していった。毎日朝4時に起床し、眠りにつくのは12時を回ってからだったと言われている。その間、ほとんどの時間を政務に費やし、政治を行っていた。その異常なまでの政治への打ち込みようは、まさに政治の鬼と言えるもので、彼の立派な為政者でありたいという願いがいかに強かったかがわかる。すべてに優先して政治を行った彼は、政治が皇帝一人の情熱だけでは、動かないことも知っていた。実際に現場で動く官僚たちがしっかり働いてこそ、政治は機能していく。官僚をどのように動かし、使いこなすか、妖精帝はこの課題に対し、どのような方法を取ったのか、それを見ていこう。なぜ戦いの BGM がかかるのん？妖精帝にとっては政治こそが戦いだったからだぜ。当時の高級官僚たちは内閣へ送る正式な文書の他に、直接皇帝個人に対して報告や意見不信の文書を提出することが許されていた。妖精帝はこの制度を拡充し、高級官僚だけでなくより広く官僚たちに、報告や意見不信の文書を皇帝に送るよう義務付けたのだぜ。これにより広い中国全土のあらゆるところから文書が皇帝の元に集まり、地方の実情や官僚個人の人物や働きぶりを確認することができた。簡単に言ってるけど、これってかなりヤバいわよね。ヤバいぜ。全国から膨大な文書が妖精帝に届き、彼はそれを裁きまくった。また、問題が起こると一人の報告ではなく、関係する官僚から別々に報告書を提出させ、それらを比較検討することで事の真偽を確かめたとされるのだぜ。さらに妖精帝の凄まじいところは、このようにして全国から上がってきた文書に、目を通すだけでなく自ら私筆を入れて、提出者に送り返していたことだ。これらの文書は、比喩詩として現代まで残されており、その内容を見ることができるのだが、この内容がまたすごい。妖精帝は官僚に向かって、よくもまあ、こんなバカなことをかけたものだ、と書いたり、バカにつける薬はないというが、それはまさにお前のことである、と激しい罵倒のような内容を書くこともあった。ひえー、まあ、すべては官僚が責任を持って職務に当たることを求めてのことだったが、本当に厳しいよなぁ。まあ、妖精帝が厳しかったのは他人にだけではなく自分に対してもだ。
妖精帝はこの日牛の政務をもっぱら夜の時間に行っており、遅くまで取り組んでいたという、こういった姿勢について妖精帝はこう言葉を残している。朕は自ら志を持ち、勤勉をもって天下を統治しようと決心したのである。故に大将の進化より送られてくる上層文にはすべて返事を書く。そんなことはとてもできそうにない、と思う者もいるかもしれないが、日中は政務で忙しく心も落ち着かないので、夜の時間をそれに当てることにしているのである。こう言って妖精帝は毎晩30から60通もの報告書に目を通し、自ら私筆を入れ、返事を書いたのだぜ。まこと、いつ寝るのかわからないような働きぶりだったぜ。また官僚の実態をつかむために密偵を放っていたという話もある。ある上元下挙の主席の官僚がいた。彼はある年の元旦、親戚友人と集まってカルタをしていた。すると突然一枚を紛失してしまい、そこでカルタはやめてしまった。翌日参拝すると、妖精帝から昨日は何をしていたのかね、と尋ねられ、正直に答えると、うちわのことでも嘘をつかないというのは、さすが上元だ、と笑って、袖からカルタの札を渡したという、見ると紛失したはずの一枚だった。また、こういう話もある。ある人物が地方官として任地へ赴いた。その土地で下男を雇ったが、その下男は実によく働く男だった。地方官の任期が終わる時期が迫ると、この下男は糸間を欲しいと言い出した。地方官が理由を聞くと下男は、お前はこの数年間、大した落ち度なく、よく勤めてきた。私も都に帰って陛下にお目通りし、お前のことをよく報告しておこう、と言い、この時、地方官は下男が妖精帝の自衛だったことに初めて気づいたという。このような話がいくつも言い伝えられている。いかに妖精帝が地方の実態や官僚の勤務状況を把握しようとしていたかわかるぜ。官僚をしっかり働かせようとすることにすごい執念を感じるけど、官僚にとっては息苦しすぎない。大変だったろうな。妖精帝は、君たる博多氏、と印象に刻んでいたが、彼に仕える進化もまた、大変だったろうな。ただ、妖精帝の政治は進化にとっては厳しいものだったが、妖精帝が自ら勤勉さを示したように、しっかりと引き締められていたことは間違いないのだぜ。さて妖精帝の時代の政治には特筆すべきことが3つある。1つは軍旗所の設置だ。この軍旗所という機構は政治の中枢となった。新朝はもともと明朝の政治機構を受け継ぎ、中央に内閣と陸部があり、地方には各州と府政使を置き、その下に府、州、県と置かれて行政を執行した。ただ、新朝は満州族の王朝だったので、内閣や陸部に満州人と漢人を、同数登用することを制度として定めていた。これがいわゆる満漢併用制だ。このような機構では皇帝の命令は内閣が作成し陸部を経て地方へ下達される。また地方からの上層はこの逆の順に上がってくる、となると、皇帝の元から出た命令や皇帝の元に来る上層が途中で歪められてしまう恐れもあった。それに有事の際のスピーディーな対応ができなかった。こういった課題に対して、西モンゴルのジュンガル部の軍事行動に対処するために妖精帝が設置した機構、軍旗所が永続的に設置されるようになった。軍旗所はいわゆる大本営であり、ここに満州人、漢人、モンゴル人の官僚数人を、軍旗大臣として常駐させ、これを皇帝の諮問機関としたのだぜ。ここに情報が集められ、ここから命令が出るようになり、正確かつ迅速に皇帝が情報の処理を行うことができるようになった。これが新朝の最高意思決定機関として存続していくことになったのだぜ。二つ目は、官僚に対して、妖連銀の制度を新設したことだ。ここまで妖精帝の話を見てきた皆さんはわかっておられるだろうが、妖精帝は官僚に、とっても厳しかった。だが、厳しいだけではなく、官僚の生活をしっかり保障してやろうともしたのだぜ。それが、妖連銀の制度だぜ。当時、官僚の俸給は極めて安く、
俸給だけでは対面の維持も家族の生活費を稼ぐこともできなかった。そのため、付加税を地方に課して官僚の収入源としていた。この付加税は官僚の生活のためにも黙認されており、これを悪用して人民に、重い税を課す官僚も現れていたのだぜ。養政帝はこの弊害をなくすために、養廉金、すなわち管理の廉潔を養うための手当を支給するようにした。これは本来の俸給の何百倍にも上ったという。そもそもちゃんと給料を払ってなかったわけね。そうだ。だから管理は賄賂や付加税で収入を得ていた。それを養政帝は、ちゃんと給料は払う。だから人民から絞り取ったらどうなるかわかってるよな。といった姿勢を示したわけだ。さて、三つ目は反満思想に対する対応だ。後期帝が行った文人弾圧を養政帝も引き継ぎ、新朝を非難する者を厳罰に処したのだ。いわゆる文字の獄という思想弾圧だ。ただ、養政帝は弾圧一辺倒ということではなく、こんな話もある。当時、学正気という将軍がいて、彼はあの名将学費の末裔とされていた。学費といえば漢民族のために戦った民族の英雄、そんな学費の末裔に、今こそ異民族の王朝、新朝を倒す時だとそそのかす男が現れたのだ。学正気はやべえ奴が来た、とその男を逮捕して朝廷に突き出した。取り調べが行われ、捕まったこの男は師匠の蘇生という学者にそそのかされていたのだとわかった。さらに創生はその死で反満思想の学者余有良の思想の影響を受けていることがわかり、当時すでに死んでいた余有良は墓を暴かれて晒し首にされ、一族は流刑となった。厳しい。すでに死んでいた余有良にこれだけの罰が与えられたのだから、当然、生きている創生には、もっと恐ろしい厳罰が処されるかと思われたが、これは違った。養政帝は創生を呼び出して論争を挑み、主張のことごとくを論破してみせたのだ。そしてこの論争の記録は、大義革命録、として出版された。養政帝直々に思想犯をやり込める、というのは驚きであるが、何事も自分でやらなければ気が済まない、という養政帝の性格がよく現れていて面白い。といった具合に、政務に励み統治機構の改革を行い思想弾圧をした養政帝であるが、最後に彼の趣味について少し話しておこう。激務の日々を送った養政帝の癒しの時間は、コスプレだったと言われる。ん？コスプレ。はぁー。養政帝は仮装を好み、自身の様々な姿の肖像画を描かせている。これはモンゴル風の衣装。これは洋装で虎退治。チベットのお坊さんになってみたり、農民の格好になって働いてみたり、仙人姿になることもあった。このようにいろんな養政帝の肖像画があるが、衣装にこだわりが見えて面白いぜ。といったようにチャーミングな養政帝も紹介してみたが、そろそろこの動画も終わる。官僚に厳しく自分にも厳しくしてきた養政帝であったが、その治世は13年で終わる。後期帝や乾隆帝のような60年以上の治世というのは非常に珍しいが、比べてしまうと養政帝の13年というのは、あまりに短く思える。どうすればもう少し長生きできたか考えると、みんな答えはわかっているとは思うが、この養政帝の時代があったからこそ、後期帝の時代の肝心の政治が引き締められ、乾隆帝の時代の新朝の未曽有の大繁栄があったのだろう。ということを考えると、養政帝の果たした役割は13年間といえど非常に大きかったのだぜ。といったところで、養政帝の話は終わりだぜ。なんで、養政ピース画像を残してるのよ。おや、霊夢はこっちの画像の方が良かったかい。笑顔のおじさんはどっちも勘弁してほしいわ。やれやれだぜ。さて今回もご視聴いただきありがとうございました。コメント、グッドボタン、チャンネル登録もありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。アディダス。終わり。